皆さんこんにちは。2時になりました。ゆるはびありさタイムのお時間がやってまいりました。今日のお天気は、ちょっと秋めいてきて涼しくなってきたのかなという感じではありますね。まなみさん、はい、今日よろしくお願いします。山内さんに代わりまして今日は私が一緒に入っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、まずは私 の自己紹介からいきたいと思います。はい、沖縄県宜野湾市サロンドアリサというエステサロンを経営しております熊沢アリサと申します。趣味は美容はもちろん、食べ歩きとカラオケが大好きです。はい、でこちら、お知らせがございましてですね、はい、2020年ミセスアースジャパン沖縄大会の私エリアマネージャー兼ビューティーキャンプ講師のマネージャーに携わらせていただいているんですけれども、はい、あと2020年ミセスアースジャパン沖縄大会の開催場所がですね、はい、ちょっと調整が入りまして、那覇 のコレクティブ、はい、ホテルコレクティブになりましたことをお伝えさせていただきます。ホテルに変更になったんですね。そうなんですよ。なのでね、はい、急遽ではないんですけれども、はい、少し前からそういうお話は出てたんですけれども、まあ、今回ホテルコレクティブに、はいはい、変更になりましたことをお伝えさせていただいて、でまた会場にはですねアフターパーティー付きアリーナ席と VIP 席がご用意されております。おすごいですね。はい、で VIP 席がですね、はい、まあ、舞台から、はい、ファイナリストの方たちを目の前にこうできる、はい、うん、ご観覧できるお席が VIP 席になりまして、はい、こちらが、お値段が2万2000円となります。うん、はい、でアリーナ席はですね、1万8000円になります。はい、でお時間が、12時半開場で1時からスタートになります。はい、なのでぜひねファイナリストの応援晴れ舞台を見にいらしてください。なんかね FM 宜野湾のね、はい、田辺由紀さんもね、コンテスタントとして出場しますので、はい、ね、もう宜野湾市から何名かいらっしゃるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なのでね、はい、ちょっと応援にぜひ、はいはい、ね、駆けつけていただければと思います。VIP 席だともうよりそうですね、顔を見れるというか、そうですね、近いですね。はい、舞台側からこうランウェイしたり、はい、スピーチしたり、するもう生でこう目の前にして見れるので、はい、もう迫力はあると思いますよね。さすが VIP 席っていう名前だけあって、まあね、そうですね、ドレスを着た、はい、まあ、コンテスタントが、そうですね、約40名いらっしゃるので部門ごとに、はい、出てきますので、はい、でこの大会で、グランプリを取りますと日本大会までございます。はい、で日本大会は、はい、国際フォーラムにて10月30日と、失礼しました、11月30日と12月1日ですね。2日間行われるんですか。そうですね、日本大会ですね。はい、沖縄大会は、11月1日、日曜日に、はいはい、なりますね。ワンワンワン、1の日、なんかいいですね。ねえねえ、いい、そう、111で、はい、はい、覚えやすいかと思います。はい、じゃいろんな方にぜひちょっと見に来てもらいたいですね。応援がいると、そうですね、出場される方もなんだろう、よりちょっとね、えやっぱり心強いと思いますよね。はい、はい、この番組では、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM 宜野湾ではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。
ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まっております。スマホの場合はアプリリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM 技能のホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。はい、ではここで1曲いきましょうか。はい、はい、お願いいたします。ギノワヒルズ通りってここですよね。ここのことを言う。この道沿い。もうここがここ。これです、これです。あ、この前ですね。何年か前から。ああ、そうなんですね。はい、今日油脂豆腐の山さん行ってきたんですよ。はい、来る前にちょっとランチと思って、で結構。ギノワヒルズ通りって書いてあって、あれギノワヒルズ通りって言うんだって思ったんですよ。それまで知らなかった。でも、あまりまだヒルズ通りで知名度そこまでないかもしれないですね。英語通りでしたっけ、はいはい、っていう名前で割とまだ覚えてる方が、なんかそのイメージがあったので、あ、変わったんだと思って。あの看板ありますよね。なんかちっちゃい、はい、ヒルズ通り会っていうのがあって、そこに加入してる方々のおすすめに看板、ああなるほど。で今日もでさーって見てて、はい、あっ、ギノワヒルズ通りと思ってでね、芦屋を流れてたみたいで、名前おしゃれね。なんかねすごいちょっとね、なんかおしゃれな感じですよね、はい、
はい、皆さんこんにちは、ゆるハピアリサタイムのお時間です。先ほどは、ビーズのウルトラソウルを流しました。すごい元気になりそうな曲ですね。ねえ、今日ちょっとね曇り、はい、少し曇ってるのでまあね、ちょっとね気分だけでも少し、はい、晴れモードじゃないんですけど明るいねちょっとテンションの上がる曲をかけましたね。ありがとうございます。はい、ですね、いつも、はい、毎回結構美容と健康についてだったり、はい、お話ししてるんですけれども、うん、今日はちょっとフリートークでお話ちょっとさせていただきたいと、はい、そうですね、はい、思います。ですね、先日久しぶりに東京でお世話になった、はい、20年以来というかですね、私が飲食店で渋谷で勤務してたことがあったんですね、はい、学生時代に、はい、でその時のオーナーのお友達で五十嵐さんという方がいらっしゃってて、はい、でこの方が沖縄が大好きで結構いらっしゃるんですよ、はい、でちょっとねタイミングが合わなくてしばらく会ってなかったんですけど、はい、もうほんとなんと私が21ぐらいからの、うん、つながりがあって、はい、もうほんと先週ですね、うん、久しぶりにお会いしたんですけども、はい、全然変わってなくて、まあ、彼は国内海外、まあ、エチオピアとかですね、はい、お仕事でなんかいろん、まあ、遊びでもそうなんですけど、うん、はい、結構じゃあ世界中そうですね、国内もいろいろなところをこう飛び回ってる感じなんですね、はい、でその中でもやはり沖縄の海が好きみたいで、まあ、シュノーケリングだったり楽しんでたようですね、はい、さっきもね佐喜真淳の、はい、ハッピートークの方でトロピカルビーチのね、はい、お話もされてましたけど、はい、私も海はすごい好きで、あ、好きですか、はい、うん、眺めるのが好きですね、はい、あ、はい、泳いだりっていうわけではなくても本当に眺めてるだけで、はい、もう癒される。でもだいぶ癒されますよね、やっぱ沖縄の海、ね、特に天気いい日はいい日は本当に癒されます、うん、で私は昔は結構シュノーケリングとかも、はい、好きでやってたりもしてたんですよ、はい、ただバリ旅行にエスティシャン仲間で昔行ったことがありまして、はい、その時にダイビングしたんですよね、はい、そしたらこのバリ人にこのボンベあるじゃないですか、うん、後ろの、はい、でボンベをこう、はい、こう装着していただいたんですけど、はい、その後に中に潜った時に深海でですよ、はいはい、このベルトがさらって外れてしまってボンベごと全部持ってかれちゃって、そう、すんごいもう、もう溺れかけたというか、はい、もうすぐもう、うん、はい、上に上がりたいですって言って近くにインストラクターがいたので、はい、本当助かったんですけど、はい、誰もいなかったらもうそうです、ピンチですよね、はあ、ピンチです、はい、もうその中でもうその印象があって、はい、もうそれからちょっとトラウマというか、そうなんですよ、魚も好きだし、はい、こう覗いたり水族館とかも好きなんですけど、一見があってからはちょっともう足がつくところぐらいまでは入れますけど、はい、眺めるのも好きですし、うん、癒されるので、はい、ただちょっとダイビングがそうなんですよ、すごい体験しましたね、すごい体験ですよね、なかなかないと思いますけど、はい、ね、酸素が なければ私でもすごいよくパニックにならずに、あ、そうですね、あれですね、この冷静に、はい、この近くにいた、はい、インストラクターの方がすごく、うん、まあ、誘導してくださったんで、本当に取り留めたというか、はい、うん、はい、生きてます
なんとか生きてます。はい。はい、そんな海の思い出もそうですね。ありながら、はい、そうなんですね。で、まあ東京生活で、まあ、学生時代にそういういろいろなアルバイト経験をさせていただいて、はい、この無国籍ダイニングバーね、名前もアーリーズという渋谷の飲食店も今はないんですけれども、うん、そこでホールそこの飲食店のホールをしてた時期があったんですよね、はい、でそのなんか先日いらした五十嵐さんのお仲間というか、うん、まあ、沖縄好きな旅仲間じゃないですけど、うん、はい、その方の一人に、うん、メダカを飼ってらっしゃ最近飼い始めたっていうお話が出ていて、はい、でーと思ってメダカですかって言ってメダカ300円で買ったんだけれどもなんかやっぱりいろいろセットというか、うん、水槽からこの下に引く石ころだったり、はい、あとこのスポットライトとかいろいろ買っちゃったら、うん、300円のメダカにかける金額がすごいことになっちゃったって言ってました。メダカを育てて一匹のために育てるために、はい、でそしてこうやって観察しててメダカはねちょっとやっぱりアクアリウムとかでも癒されるので見てたりとかもしてたそうなんですけど、そしたら水槽がちょっと濁ってきたと。でその時にタニシ、はい、タニシをちょっと入れてあげたらしいんですね、はい、そしたらなんとそんな水槽の水をそこまで変えずに、うん、いわゆるこの水質浄化、はい、きれいになったそうなんですね、はい、なんかタニシ、うん、そういう役割してくれてすごい助かるっていう話はたまに聞くんですけど、はい、でもめったになんかそのなんだろう実際にそう経験することはないですよね。ないですよね。だからその方は、はい、メダカよりも今タニシにすごい興味を持っているっておっしゃってましたよ。メダカ飼ってるのに、はい、タニシ、はい、タニシは苔を食べるそうなんですね。なのでそのついてる苔を、うんうん、食べて生きてるので、うん、水質浄化、うん、きれいに、きれいに、うん、なのでこのきれいな皮とかにやっぱりぴったりついてたりするみたいで、うん、はい、ヤンバルの森とかに行くと、うん、タニシが、うん、ちょこちょこいるみたいですね。その方はタニシどこからゲットしてきたんですか ねそこまではちょっと突っ込んでないですけど、はい、うん、はい、でもタニシを多く入れてるって言ってました。多く入れてる1個から始まりで面白いみたいですよ。なんかタニシもタニシで、はい、うん、なんかやっぱり人間と同じようなあれを持ってるらしくて、ただピタッとくっついてるだけではなくって、はいはい、なんかこう上にこうポンと乗っかって二重に なったりとか、はい、相性が合うのか合わないのか、うん、素通りしたりとかする、タニシ同士素通りしたりしてまた一周戻ってきてまたピタッてくっついたりとか、はい、なんか、そんな動きがあるんですね。そうなんですよね。なんかもうぴったり水槽にくっついてるイメージ、ね、イメージですよね。動くんだと思って私もその時にそう、そこまでタニシに注目したことなかったんですけど、ね、うん、やはりね2020年ミセスアースジャパンっていうこのアースっていう地球環境問題に取り組む、はい、うん、真剣に取り組むっていうのがコンセプトになっていて、うん、はい、ね、先ほどもねトロピカルビーチの話出てましたけど、うん、はい、海のね、うん、環境問題っていうんですか、はい、ゴミとかねポイ捨てとかも ね多かったりビーチクリーンでね活動されてる方もたくさんいらっしゃいますけれども、うん、前はなんかニュースで見たんですけど、はい、気仙沼からなんかたらいが流れてきただとか、はい、何ですかそれはと思っちゃいました。漂流してきた。すごいですよね。ねえ、ああやって、まあ、やっぱり日本って、まあ、海でつながってるっていうのもあって、うん、まさかあんなはるか遠くの、そうなんですよね、力さんタンク流れてくるんだって、私もあれびっくりしました。びっくりしますよね。ここ最近ですよね。本当に最近、うん、なんか沖縄タイムズさんでしたっけ、はい、なんかもう見てとか思ってたらいが
でもちゃんとこのまた名前が残ってて、うんね、なんかわかるからあれですよね。ねあんなところから流れてきたんだみたいな。本当そうですよ。ありますね。ねえだからすごい谷氏を通して環境もそう環境にね環境問題もね、うん、考えられるとね、はい、いいのかなと思って、まあ、ちょっとつなげてみたんですけど、はい、そうもうし、もう、もう今年は本当海に全然行けてなかったので、はい、ただねトロピカルビーチも今、うんはいねね、オープンされてるって聞いたので、はい、ちょっとね、うん、あの行ってみたいなと思います。眺めに行くのもいいんじゃないですか、ね、いいですよね、うん、やっぱり今こういう、ね、世界情勢でいろんなことありますけれども、はいね、あの自然に触れてお花を見たり、はいうん海を眺めたりしながらね、うん、ちょっとあの癒しじゃないですけど、はい、そういう自然に触れてみるのもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、はいうまくまとまりました、ね、うまくまとまりましたはい、はい、よかったです。ですね、はいサロンドアリサのちょっとあの紹介をもう一度させていただきます。はい、ですね私のサロンエステサロンサロンドアリサは、男女問わず隠れ家的でリゾート風なサロンということで、はい、あの発信しております。でただいまですね、はい、あの9月中 FM 宜野湾を聞いてくださった方には、はい、全メニュー半額キャンペーンセールというのを今開催しておりまして、はい、全メニューいいんですか。そうなんですよ。すごいもう破格です。破格ですねこれは、はい、あの FM 宜野湾聞いたんですけどって言って電話予約とかあそうです、ね、されたらはい半額ですか。半額です。すごい、はい、その方のもご紹介の方も、あの全メニュー半額になるので、ぜひ FM 宜野湾を、はい、あの見ましたっていう方はぜひね、サロンのメンテナンス、フェイシャルやボディがございますので、はい、ね、疲労回復だったり、リンパアロマボディートリートメントとかっていうそういうマッサージも、全身マッサージもありますし、はい、今一番推しが最新スーパーオートクチュールフェイシャルというフェイシャルが、はい、すごい、なんか名前も豪華な、うん、そうなんです。かなり1回でも変わりますので、はい、でお鏡を見せながら右左と違いも一緒に確認しながら施術を行いますので、もしご興味がある方は、はい、宜野湾市のだけにございますサロンドアリサを検索していただければ出てきますので、はい、はい、よろしくお願いします。ぜひ、すごいお得だと思うので。そうですよ、はい、はい、ものすごく魅力的ですよね、はい、で、本来であれば9月いっぱいまでというふうに、はい、お伝えしてたんですが、はい、うん、ちょっと結構ね、うんうん、皆さんもうやりたいやりたいっていう方が多かったので、はい、うん、はい、延長して10月いっぱいまで、はい、10月いっぱいまで、じゃあ FM 宜野湾聞いたと、そうですね、いただければ、はい、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。結構、うん、ミセスコン、ミスコン の、 モデルさんの方々も結構続々といらしてるので、はい、うん、すごい、はい、ぜひおすすめになりますので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、もうあっという間に番組もあっという間ですね、はい、毎回本当に思うんですけども30分じゃ足りないですね。ねえ、30分でもう十分かもしれないですけど私もう9月、はい、ね、1日から始まったばっかりなので、はい、うん、本当緊張してるんですよ、はい、そうですか、はいもう全然そんな感じがしないですけど。しないですか、はい、なんかね、周りにはしないねって言われるんですけど、はい、内心もうドキドキしてますね。まあ、でも少しずつ楽しんでいってください。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まなみさん、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。
で気づけばあれありがとうございます。はい、ありがとうございます。キャンペーンもそうですね、ぜひ、はい、結構ラジオ番組に出てる、昨日出て7時にエリューさんもいらっしゃってましたよ、昨日。はい、昨日ラジオ番組も見させていただいたんですけど、はい、その中でもお話、はい、されてましたね、はい、やっぱりこうね、ツイキャスとかで見てもやっぱり小顔になってます。あ、もうこの次またあるんですよね。ちょっと失礼しましょう。なんかゆきさんも結構効果が出てきてるみたいな話をしてたので、出てますね。1回とかでやっぱ結構変わります。1回でも変わりますね。透明感が出ますね。なので、ゆきさんはファンデーションを塗り忘れたぐらいっておっしゃってたので、次の日。すごい。それぐらい変わります。今日も楽しかったです。ありがとうございました。これは大荷物ですね、私。忘れ物ない。携帯一番大事な携帯。はい、忘れます。そうですね、ありがとうございます。あとは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、赤いマイクの前にお願いします。ラジオなんだけど、喋るときはマスクをそのままで。あ、ドリンク置いちゃって大丈夫？そう、全然。YouTube ライブに